ブクブクアワアワブクアワブクブクアワアワブクアワブクブクアワアワブクアワお風呂掃除のアワワ。はい、というわけでですね、今日は家のお風呂掃除をやっていきたいと思います。はい、まあ、夏も近づいてきてね、湿度が高くなってきたんでカビがね湧いてきちゃいますんで、今日はお風呂掃除やっていきたいと思います。はい、さあ、というわけで、まあ、まずは私、我々家族計画のお風呂をちょっと紹介したいと思いますので、はい、こちらをご覧ください。ブクブクアワアワ。では早速我々のお風呂の中を探検したいと思います。こちらです。ねえ、ゴージャスでエレガントなお風呂となっております。まずユニットバスじゃないっていうのが、このルームシェアとして一番必須条件とも言えるよね。いや、ほんとっすね。うん、ほんと爆弾みたいなうんこをするときあるやん上杉。いや、まあそれ一緒だと困ると思う。いや、あの爆弾の中お風呂入ったらマジ意味わからんのかな爆弾ってなんなの。いや、ほんと爆弾みたいなさ、入った瞬間バーンっていう音するぐらいのあの炭水化物多めやからさ。あ、すいません。うん、でもそれも慣れましたけど、逆に一人暮らしであの爆弾の匂いがなくなったら寂しいかなとも思いますというわけでお風呂のね行くんですけどね、やっぱ一番お気に入りはこちらの福坂が気に入ってつけたシャワーヘッドですね。柔らかいきめ細かいねお水が出るという、こういう3種類ぐらい。え、3種類もあるん。で、これ止めることも可能と。で、こうやって出すっていうような、いいですね。この今日買ってきたお風呂掃除の道具ここにあるの忘れてましたびちゃびちゃになりましたけど。で、まあ壁がこんな感じで、ここが、これ福坂の上杉か。はい、これ何を剃ってるの。これでヒゲです。2枚刃、はい、ちょっとピント合わないですけども2で勝負してるということ。100均です。100均で、これは僕は昔使ってた、はい、もう使っちゃう、開けてみて。はい、おー、びっくりした。ああ、使いますね、はい、まだ全然。ラッシュのなんかです。ジェリーマスク、はい、いい香りしますね。マスク、はい、ジェリーマスク。これはいつかの歯ブラシこれ2本5日の歯ブラシですね。はい、はい、で我が家の洗顔もこれに落ち着きましたね。はい、ロゼット洗顔パスタ、これ上杉が買ってきてくれてんの。これあのファンの方からいただきました。使わせてもらってます、我々家族で。結局みんなこれですね。まあこの椅子使ってる、これみんな座ってる。これめっちゃ座ってんねんけど。座ります、座ります。なあ、はい、で綺麗で全然カビなしで、裏も見て、はい、掃除してるな、ちゃんとすげえちゃんとしてます。で、これが、鏡ですね。はい、どうですか、このこれ、あの、何回こすってもこうなるんです。こうよね。ヒゲ剃るときは俺結構使うのこの鏡。はい、だからその時はいつもシャンプーをこうやって塗って膜張らしてヒゲ剃ってます。で、これが我々のシャンプーゾーン。はい、どうですか、これでも。あの、ここの企業の方見てくれたら嬉しいよね、パンテンさんとかまあこれを見ていただいて分かりますけど、幸せ家族我々は非常にエコでございまして、はい、詰め替え詰め替えで同じボトルを使っています、はい、ね、これずっとこれも何入ってんの。これはニベアですよ、中ずっと。はい、これなんなん、ほんまにウルオス入ってんの。これスカルプ、はい、入ってんの。福坂さんですね。パンテンね、ハイテクノロジーでございまして、追い炊きできるっていう強みね。なかなかいないですよ。呼び出しもできます。はい、今気持ちよくお風呂入ってるよ、こういう呼び出しもあります。で、だいたい43度ですね、我々は。はい、で、ここもね、足し湯とかできますんで。で、最近僕背中洗う時にはこれ使ってるんで背中用なんですか。やっぱ背中を何で洗ってんの。そう、この家あれがないんですよ、タオル。タオルが、はい、なんで僕は背中これで洗うようにした。背中どうやって洗ってるの。いや、もう手です。洗えてる、洗える。やっぱこれ偉いよな。でもちゃんとこう
福坂作ってくれたんでしょ、これ。あ、僕です。え、嘘、はい、お前すげえ。え、それただ垂らしてるだけですよ。でもこれいいよね、やっぱ、はい、このおかげでやっぱり雑菌が繁殖せずに済んでおります。で、ここがまだ洗剤とかがありまして、これが風呂掃除用のスポンジですね。だいぶ年季が入ってきてますけども。で、これあのみんな髪の毛染めたやつ、紫シャンプーですね。あ、グッバイイエロー、ブラシャン。で、このたまに石鹸で洗いたくなる時あるやん、体です。体を、はいはい、石鹸で。で、これが私のヒゲ剃りですね。これに落ち着きました。これ皆さん使ってますか。なんかこれね、はい、なんていうの、ヤスリというか、これに泡入れてこうでこうやってこするとあ、切れ味が、そうそう、長持ちするよと。で、私シャンプーこっちで使ってます。プレグの 126EX プラスみたいな、これだけです。コンディショナーとか使ってないです。結構いいやつ、これいいやつ。そうですね。そう、水道橋博士さんがおすすめしてたんで買ってみたんですけど、はい、いいですか。多分いい。結構かゆい時はかゆいんですけど、髪の毛ね。で、これが誰、大島さんかな。はい、そうですね。どっちが何か分かんないですけども、これ詰め替えで使ってると。で、これはそれ大島セットですね。これこの辺そうかな、はい。で、これがこれ僕の髪染めた時用の、はいはい、怖くてね、はい、痛むのが怖くてすぐ買ってましたラックス、はい。で、バスボムの中に入ってたマイメルちゃんです、はい。で、これなんて言うんでしたっけ、風呂ジャバラ、ジャバラ、これなんて言うん、風呂ふた、あ、ふた、はい、うん。状況はこんな感じですね。で、一度閉めます。あ、ここに虫もいっぱいいますはい。で、まあ意外とね、綺麗でございまして、で、ちょっとここがね、風呂だなっていうような、風呂だなっていう感じです。風呂だなっていう感じ、どうでしょうか。でも割と、まあ、この辺とかは結構カビっぽいですね。ちょっと茶色いか。そうですね。ここは最近掃除した中ですか。うん、してないです。こんな感じですね大丈夫ですか。これさっき掃除するか。はい、持っててください。うわ、さあさあさあ、こんな感じで。うわ、臭すごいなこれ。はい、一旦こんな感じです。はい、まあね、もともと汚いところなんで、まずカビキラーしていきましょう。はい、錆びちゃうかな、こういうとこかけちゃうの。いや、錆びないと思うんですよ。錆びない。風呂掃除って結構どこまでやるかって人それぞれなのかな。こだわる人こだわりそうっすもんね。うん、もう一本なくなりそうな勢いで使っております。いいんじゃない。いいっすね、うん、プールの匂いっす。お、主婦とかでほんと塩素大好きな人おるよな。いるんすか、大好きな人。大好きな人おる。そう、匂いとか、この匂いが清潔感をあると思って、なんでも塩素塩素ってなる方いらっしゃいますよね。変な人です。変な人。では一度このつけ置きしというか、はい、この間にですね、ボトルをきれいにしますか。こちらも買ってきました。見えてますか。はい、激泡ガラスクリーナー、スクラビングバブルの、はい、スクラビングバブルありがとうございます鏡やっぱ見えた方がいいよな。そうっすね、不便ですもんなあ。これごと変えればいいのかもしれないけど、できる限り。はい、いいね、綺麗になってる気がします。さあ、この間にぬめりを取っていきましょう。あ、でもぬるぬるやね、やっぱ。本当ですか。いや、スポンジでやっと泡立つだけかも。キッチンペーパーでいきます。
はキッチンペーパーが正解でした、はい、水分も取ってくれて、そうそう、これ一応あの誕生日にですね、はい、大島さんと福作から、はい、いや上杉か、はい、もらったやつ、大事に飾らせていただきますやってください、これに変えようと思いました、5枚刃、刃が多い方がやっぱいいんですか、いや、なんかこうコマーシャライズとしてさ、はい、刃が多いほど方がいいみたいな感じじゃない、はいはい、ついに5枚刃みたいな、はいはい、なんか年々枚数増えてるみたいな、増えてますね、なんかやっぱ肌にはいいんやと思うねんけど、はい、俺深剃りはやっぱ少なければ少ないほど深く剃れると思う、はい、あ、そうなんですか、そういうもんやで、多分それ何なんですか、前電動からその自らのに切り替えた、あー、もともと電動髭剃りやったのこの T 字髪にしたの、やっぱ髪の毛切るのをね、はい、あれにしない、美容室に変えたんよ俺、あ、床屋さんで来てる、そうそうそう、はい、床屋さんで変えた、顔剃り絶対ついてるやん、はいはい、で、この頬とかの毛をさ、はい、剃ってもらったらめっちゃ気持ちよかったよ、で、産毛も剃れるしさ、はいはい、それやったら確かに家でもこう髪剃りで剃れた方が気持ちいいなと思って、あ、そっからな、T 字に変えたんよね、でもおすすめやったら教えてほしい、髭剃りですね、あと、髭剃りお前あんま剃らへんから分からんかもしれんけどさ、はい、やっぱ新しいの使いたくなんねん、あ、女の人で言うと多分シャンプーとか柔軟剤と一緒、なんかこれいいの分かってんねんけど試したくなるんですか、そうそうそう、そんなんない、なんか冒険ではないけどなんか新しいの使ってみようみたいな、僕はファブリーズでその現象が、ね、ああファブリーズの匂い、はい、あれ気に入ってたけどなんかもう一回買うのなーってなるやん、そうっすね、うん、その感じなんで、おすすめの T 字ヒゲ剃りやったら教えてください、はいはい、では 2,30 分経ったので洗い流していきましょう、うわまあ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 こんなもんでしょう、この辺とかちょっとまだカビ残ってる感じしますけれども、まあまあいいでしょう、これを日々続けることやもんね、これどうでしょうか、これが限界ですねあれで、これ拭き取るべきなんかな、ちょっと後で拭いてみます、若干ゴミ残ってますけど、おー綺麗、この浴槽の中も掃除していきます、はい、無香料ですからね、膝を置いてよいしょー、だいぶ暗くなってきた、おお、お水を弾いてる気がする、気になることがありましてね、はい、こうやって今回のためにカビキラー買いましたけど、はい、ふさかこのねふさかハイターっていうのをファブリーズに入れてるんですよ、でやっぱハイターの方が正直洗浄力が強いかもしれないんで、はい、さっきのカビキラーでちょっとカビ落としきれてなかったところはちょっとハイターかけてきます、はい、あんまりね、やりすぎるともしかしたらダメなんでしょうけど、でもこのファブリーズのやつにハイター入れてるでしょ、はい、だからすっごい粒子が細かいのよ、ああ、うん、広いんすか範囲が、いや細かいのよ、あ、はい、だからすっごいね吸っちゃうと吸っちゃうんで入れ物はやめといた方がいいですでね、今回僕がなんで風呂掃除したいかって思ったらこれ、はい、これを試したかったのよ、お風呂の防カビくん塩剤、見えますか、お風呂の防カビくん塩剤です、なんすか、これをやるとね、なんかカビがすごくつきにくくなると、つきにくくなる、黒カビ発生原因天井、はい、どうやってやるんでしょうか、初めて使うときカビ落とす効果はないと、はい、で目立つカビがある場合はカビ取り掃除をまずしてください、しました、はい、はい、特別な準備は必要なし、窓がある場合は閉めて、換気設備を止める、わかりました、
浴室内が濡れていても乾いていても効果に違いはないと。わかりました。椅子や洗面器のおもちゃ等は、あ、なるほど、子供のおもちゃ等のこもる類も浴槽内に置いたまままとめて防カビできます。なるほど、戻してから入れましょう。はい、水を入れてポンと置くだけと。どうせスプレー炊くなら、はい、極力ね完璧にきれいにしといた方がいいっていうことが分かったので、本格的にはなかなかやんないですから、ね、うん、このきれいさを維持してくれるのであれば、はい、極力取っときたよね。カビはいいんじゃないかな。よいしょ。おお、きれい。きれいね。はい。水だか。オッケー。人が掃除してる。いや、入ろうとしてるやん。人が綺麗にしたやつ、一番ビブロ浴びようとしてるやん。え、この格好は、格好は何、はい、終わった、いじり終えた。これは一回も気にならなかった。嘘、はい、いじらないと。いじってないです、ね、これだけで、はい、何をした。柄ですか。柄が、いや違うのよ、風呂掃除なんで、はい、すごいな、うん、いや突っ込んでごまかそうとしてるけど、うん、一番風呂入ろうとしてる。してないって。あとそれ何？なんか言ってるけど、してないやん俺。人が綺麗にした。その俺がなんかその洗面器持ってこうやって来てたらわかるけど、俺してないやん。何も一番風呂浴びそうな感じ出してないやん。もう次着るパンツ履いてるやん。履いてないやん。履いてないし。パンツ。履いてないやん。何それ？変な変なしてるな。なんかツッコミも流していく。はい。あ、もちろん。水の入れすぎにご注意ください。つける。おお。あ、煙が出るのはあ、出てきた。おお。おお。こういうことか。うわ。よし、お、いい匂い。これでまあ90分ぐらい置くと。90分。はい、はい、というわけでございまして、最後に綺麗になったお風呂を見て終わりになります。みんなもお風呂掃除やってみて。はい。